チカーイ。いやー、ついに始まりましたよ。始まりました。ただね、クソ寒い。めっちゃ寒いっす。極寒の地ですよ。ジャグラー担当のトムです。はい、花花担当の小太郎です。はい、今回から、はい、あるようでない、あるようでない、ジャグラー VS 花花、トム VS 小太郎。はい、ほんとなかったっすよね。なかったです。あるようで、で、岐阜県の飛騨高山のレッドブルーに、はい、レッドバルーンさんにお邪魔します。あのね、もうこれからジャグラーと花の聖地になると思います。そうですね、うん、もう高山といえばジャグラーと花花やと。そうで、気づいてると思うんですけど T シャツ、はい、着てますよね。高山の道化師、道化師、はい、こっちで高山の仏像芸、全然読めないです。仏像芸っていうのはハイビスカスっていう意味なんですよ。へー、ハイビスカス。これでピエロでしょ。いや、それはわかる、それはわかる。これはわかるんですか、うん、そうそうそう、これは読めるんですか。これ読める。これ読めない。これは確かにジャグラーファンとしてはこれ読めなかったら大変なもん。確かにね、それね、確かにね。実際 T シャツはただ着てるわけじゃないです。はい、実際この T シャツを皆さんに配りたいわけです。そういうわけですね。先着で5名ずつ用意してます。5名ずつ用意してます。道化師の T シャツ5枚、5枚です。僕の T シャツも5枚ずつ、はい、僕の T シャツもらってください、はい、僕の T シャツをもらってください。いらないでしょ。いや、いるでしょ。まあ、戦うわけですが、はい、実際どう戦おうかというと、はい、サマイスバトルです。はい、で、まあ、ただ勝った負けたで、いや、ワイワイよかったねじゃないっす。はい、じゃないっすね。負けた方は罰ゲームではないっすよ。罰ゲームではない。かなりいい人になるよ。いい人になる。なる。だって高山の名物を実費で買って皆さんにプレゼントします。あの、負けた人が実費を出してプレゼントというか、買った人ではないっていうことですね。買った人、そう、負けた人が皆さんにいいものを渡す、はい、なるほど。なんていい人や、それ。なんていい人や、ね、しかもあれでしょ、高山の名産とか、そう、すごい美味しいものとか有名なものたくさんあるんで、あるある、そういうものをね、プレゼントすると。飛騨牛とか地酒とかめっちゃ美味しいよ。適当にポーズ決めよう、はい、ポーズね。勢いで、勢いで、じゃあ、はい、行きますよ。せーの、デカチカ。ございます。あったかい、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 あったかい。いや全然30ですよ、こっちは。だったら可動行きます。俺らしくないけど。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あったかい、マジで凍えたんで。あー、ほーわ、ほー、取れない、やば、危なかった。ラスト1台でしたね。ちょっと本当は、まあ、昨日は花々鳳凰が5台導入されてるんですね。で、ちょ、これ見えますかね、隣の台ビッグ50回続いてるんですよ。じゃあ早速クイーン花々打っていきたいと思います。はい、まあ、トムさんがジャグラーっていうことなんですけど、まあ、トムさんといえば確かにジャグラーのイメージは強いですけど、まあ、僕も花花はもう専業時代から相当打ち込んでるんで、愛では負けない。しかもまあ立ち回りっていうのもね、あるので、僕普段まあガチガチに立ち回ってるんですけど、まあ、ただまあ今日に限っては、まあ、花花の楽しみ方といいますか、まあ、オカルト的な部分もじゃんじゃんちょっと今日は出していこうかなと思ってるんで、あのガチの話とオカルトの話ちょっと混ざってくると思うんですけど、その辺はオカルトはまあ信じといてください。あくまでも楽しむ要素なんで、まあ、早速ね、オカルトじゃないですけど、まあ、オカルトですけど、だいたい、まあ、これがっくんしたら多分リセットはリセットなんですよ。だいたい花花ってリセットされるとリセットモードに移行します。僕の感覚では 60% かな、まあ、設定差あるんですよ。 60% から 70% ぐらいで、朝一100回転以内に光ります。オカルトっすけどね。で、まあ、ちょっと真面目な話すると、まあ、設定判別要素、まあ、もちろん合算もそう、レギュラー確率に大きな差があって合算に差があると。で、ベル確率、通常時のベル確率で、ビッグ中のスイカ、そしてレギュラー中のこのサイドランプで偶数奇数分かるんですよね。まあ、その時出たら詳しく説明しますけど、あとまあ、クイーン花花に関しては
実は、まあ、唯一といっても過言ではないんですけど、花々シリーズの中で高設定確定演出っていうのが実はあるんですよ。設定5、6、まあ、レギュラー中 たまにですね、まあ、高設定ほど出現しやすいんですけど、BGM が変化すると、それと同時にレギュラー終了後にパネルフラッシュすると5、6確定っていうのがあるんですけど、まあ、出る確率薄いですけど、まあ、出たらもうぶん回しなんで、まあ、そういうのもあるんで、いろいろ見ながらね打っていこうかなと思います。レッドバルーンさん、オキスロがですね、クイーン花花5台と花花砲5台ずつあるんですけど、もうすでに100回転以内に10台中7台当たってるとね、ね、あるんすよ。なんか光りやすい。これ多分思ってんの僕だけじゃないと思うんですよね。リセット後光りやすい、朝一光りやすいっていうのは絶対にオキスロうちの方は体験というか思ったことはあるはずなんですよ。スイカ、はい。で多分オキドキも9割ぐらい当たってるかな、9割ぐらい当たってますよね。多分前立腺じゃないですか。前来た時も前立腺っぽかったんで、オキドキは前立腺。残念ながら朝一リセットの恩恵は受けられず、恩恵ってあんのかどうかわかんないですけど、僕の中ではあるんで。ただリセット、まあ、かからなかったですけど、リセット時は設定変更後は、まあ、僕の中でですよ、モード B、 そして天国準備比率高くなってます。なのでモード A 比率が低いと、だから次初当たりを痛めた時に連チャンしやすい、うん、それに行きたい。あーたー、きたー、はい、一発目、記念すべきペカチカ一発目の鹿が来ました。通常点滅です。167ゲーム投資6本。さあどうしようかな、記念すべき一発目はビッグがいい。僕ね、やっぱ赤、ピンク、7の方が好きなんですよね。だって、やっぱ一発目は、おっしゃー、うらー、トムさんリードっすよ。はい、ビッグボーナス。あはー、嬉しい。まあ今回はスイカはなしで、パネルラッシュ、ここに注目です。あー、まあまあまあ、パネル裏もなしですね。まあ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 、一発目なんでね、大丈夫です。さあ、離れん。離れんさせるぜ。リセットモード後なんで、ね、天国、もしくは超天国に移行してる、期待ですよ。さあ、ついに始まっちゃうよ。まあ、アイペカじゃないんですよ。皆さんもね、あのジャグラー番組始まりますよって言ったら、みんなすごいアイペカ期待しようと思うんですけど、もうアイペカはアイペカでもちろん残します。アイペカの伝説まだあるよ、今後もあると思うんですけど、もうね、この企画聞いた瞬間に、いや待ってましたよ、ついに。なんかみんなだって結構分かるでしょ、花花派かジャグか、まあ、パルサ派はもうね、いろいろあったと思うんですけど、もうついにどっちの方が対決したら強いかっていうのはなかなか動画では今までなかったから、もう聞いた瞬間によし、俺やるやる、俺やる、絶対やるやるやる。でまさかの対戦相手ですよ、あのクルバラ軍団、あの覚えてないんですよ名前とか。あのクルバラ軍団と対決するっていうのはもう大丈夫なんかなってちょっと思ったよね。何が大丈夫かというと、僕の発言で後で僕すごい怒られるんかなっていう、いろいろこう言っちゃうんで、まあそれをちょっとね、あんまり孝太郎とは今回会って3回目かな、だからまあちょっと最初はそういう発言ちょっと控えめにしとこうかなと。優しさ一応ね、気になるところいっぱいあるよ、気になるところいっぱいある。でもまあとにかくそれぞれ得意な機種で勝負するわけだから、あ、2枚掛けした、
枚掛けしちゃった。で対決するからね。で僕は負ける気は一切ない、ないない。普段ノーリミットとかそういう番組しか見てない方はこんなトムいたんだっていうびっくりするぐらいの感じになると思う。よし、まあとりあえず一発目のアスリート当然100円以内にペカラス1000円ペカラス。こっちかちょっと気になるところ1個あるんやけど、これ16台あるんですよ。16台あってアキライが今1つ僕の右隣です。俺なんか俺外国人のトレーニングするの怖いのかな、そういうわけじゃないですよね。マジで俺なんか今ちょうどね今日調子ねえわと思って。あ来た99言ったでしょ、100円以内に当たるって言ったでしょ。有言実行やね。よし、はい、普通のベカリー見えるかな。ちょっとねやっぱり見にくいよね、ちょっと。だからまあ普通のパターン以外の場合はもうちょっと取る見たいよね。こういうパターンの場合は普通の場合だったらもう雰囲気だけで、あっちかあれつけるか、ランプどっかにつけるわ、どっかに。よし、さあ記念すべき第1回ペカチカのボーナスはこれからの運を示すっていう意味ではどんな感じのかな。チリ同時当選のレギュラーです。で意味でいいかな、でいいかな、でいいかな。はい、トシ3000ちょうど99ゲームで揃ったのに100ゲームね。悩んだ、どうしようかな。あー、あれでいこう、近所迷惑。ちょっと当たった一流列車。ちょっと待ってよ、嘘でしょ、嘘。近所迷惑で当たった。チェリー見る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 、おお、プレミアだし、プレミアだし、プレミアだし。ちょっと待って、多分全部これちょっと聞いていく。今チャンスが消えたよ、ボタンでチャンス消えた、外回りも消えたよ今。いやこれちょっとカメラもう撮ろ。いやー最高です。これはあれやな、ユニットが言うね、どう考えても。よし行こう、いうのが分かっちゃうんで。何してんねん、ちょっと大変なことが起こりました。大変なこと、なんすか、何、マジで、マジで、近くでうわうっそー、しかも別格、しかもちょっと状況をもう一回見よう。ああ、どういうこと、クレジットゼロ、クレジットがないんですよ。どういうことですか、ボーナス終了の時に全部自分で出して、はいはい、3枚入れてました、先ベカ。それはオカルトでしょ、ただそれただのオカルトでしょ。いやただそれのせいとか言うてるんですか、もしかして。いやそれのせいでしょ。いやそんな打法ないし。いやじゃあアンケート取ろう、あとで美味しいお酒皆さん待ってるから。俺がプレゼントちゃいますよね。なる。じゃあトムさん1万8000円しか持ってなかったらあのお酒プレゼントできないですからね、ちゃんと ATM 行ってくださいよ。ほんまに1万8000円しか持ってへんからね。ほんまに全部せえ、どうしたんボスか。いいよ、こっから行きましょう。
やったね。他やぞ。さあ、ジャンジャンバリバリ保存版、保存版、普通に消化するだけ全部ノーカットですか。保存版。最高。ありがとうございました。どういたしまして。あ、やばい。完全にパターン崩された。大変。オープニングでもちらっと言ったんですけど、まあ、今僕この物騒げって書いたハイビスカスっていう意味なんですけど T シャツ着てるんですけど、これ遊びに来ていただいた方先着5名様にプレゼントしてるんで、ぜひもらいに来てください。本当に来てください。今トムさん1枚もらわれたみたいなんで、皆さんぜひハイビスカス好きの方は本当にもらって損がないと思うんで、お願いします。あーた、来た。264ゲームでございます。264ゲーム。次白でいきましょうか。っしゃい、びっくり近く。これ白7狙って、まあ、ビタしてもらって中段に止まったら、まあ、もう皆さんご存知だと思いますけど、ビッカクデです。はい、これ264ゲームワンビッグで回ってるんですよ。ほんとコイン持ちクイーンはいい。はい、この時サイドランプ今点滅してるんで、これまあ普通に来たらいるからスイカ狙ってもらっていいんですけど、僕のおすすめはこれです。ピンク7アバウトに中、中リール押してもらったら、まあ、スイカじゃスイカ絶対に滑ってくるんで、この場合もうチェリーなんで、だからちょっと目押し、まあ見にくいっていう人はもうこれで判別できるんで、これ楽な方法やと思います。おすすめの方法です。はい、ビッグボーナス終了と。ちょっとねクレジット打法やってみます。これ落とせばいいんですね。落としてからの3枚入れる。じゃあ光る。ただこれ花々の場合1ゲーム目で光るときって単独ビッグの8分の7でフリーズするんですよ。で大概フリーズせずに光った場合大体レギュラー、ただ8分の1でビッグもあるんですけど、だからまあ大概ねフリーズすると光んのか。光らへんやないか、うさつき。ほんま、リプレイや、リプレイ。もうやらへん、もうやらへん。さっきの当たりが200ゲーム台、260ゲーム。いやー、モード落ちてたんかな。一発目 B っぽいとこで当たって、次 A っぽいとこで A で当たってるんで、まあでも通常 A から天国に行きやすい、飛びやすいっていうのが大設定。よっしゃ、来た。はい、見てください、プレミアム点滅です。素晴らしい53ゲーム。天国以上にいましたよ。これちなみに、まあ、色変わったらプレミアム点滅出たら、まあ、ビッグ確定ですね、まあ、23種類全部であります。
さあどうしようかな。これピンク7で、えい、これですよ。 BGM 変わるんですよ。87ゲーム以内の連チャンは BGM が変化すると。初代スーパーハナハナの BGM に変化するします。はい、このビッグでスイカは1回、マネフラはなしと。あ、ここはそんな本当気にしなくていいです。もう1回だけやってみましょうか。クレジット落としてなんか気になる。ちょっと待って、これポッパーエラーするやつちゃうんすか。ポッパーエラーしました。ちょっと補給ね。さあ悲観の外地ゲーム目、力変やないか。そばっかや、もう絶対やらないです。もうやらないです。ああもうやらない。さあさっき早い段階でボーナス射止めたので、まあ超天国もしくは天国にいたってことは、もし超天国にいたとしてはしたら次天国に行くんで、また132ゲーム以内に当たると。ただ忘れてはいけないのが、もしかしたら通常 A とかでたまたま早い当たりを引いただけということもありえるんで、じゃあ連チャンしないかもしれない。その時は通常 A にいたいなっていう解釈で言ってください。通常 A の可能性が高かった、もしくは天国一発抜けかですよね。まあその辺のね、モード移行関連の数値っていうのが、まあ、解析まだ出てないんではっきりわからないですけど、まあ、解析出てないっていうか自分で解析していくしかないんですけど、まあ、あーどうした、光らへんぞ。じゃあ何かしらの作戦を考えないといけないかもしれない。ここワゴンってあるんすかね、ワゴンサービス。ちょっと見に行きましょう。ワゴンはなさそうな感じなんで、まあじゃあ僕がしゃあないんで買いましょうか。うん、ちょっとでも動揺させるために何にしようかな。極寒の地、極寒の地高山、冷たい梅ジュースにしようかな。しかも L サイズ、これにしよう。いろいろ揺さぶっていかんとね、うん、クリーム多めとかにしたらよかった。あ、できひんのか。なんかなんていうかな、分かるかな。一回一ゲーム練習してしまうと、なんかこうなんか目的というか目標がなんか一個クリアしてしまって、ちょっとなんかどうしようっていう迷いが始まる。分かんないかな、この気持ち。分かるよね、一回あると。よし、今日一ゲーム練習してやろうっていう。あ、2回連続1ゲーム練習よ。それ今日、それそれ、もう1回来てももう1回するっていう。いやーでももうパーフェクトですよ。もうパーフェクトで、さっきちょっと様子見に行ってたらピーク1だったよ、孝太郎は。まあ、勝ったよ、勝った勝ったけどですよ、仮の話ですけど、この台万が一なかった場合、ジャグラーコーナー、今は僕の右が4つと人入れ替わりで開いたりするけど、それ以外なかなか開いてないんですよ。しかもハナハナも同じような状況なんですよ。まあちょっと今後のこと考えると、まあ、やっぱ朝一来て早く並んで絞ったこうところに狙い目を決めて動かないと
あとで移動しにくいんじゃないかってちょっと冷静に今なりました。でもここまでこの島だって今ほぼ飽きらいがないよ。すごいよ、元気ですよこのパツオコーナーは。いやージャグレンが来ないよ。やっぱりホッペラが邪魔したっていう気がするよ。本当当たるはずだったと。お、わかんないよ。はい、95。いやー、あー、大丈夫だった。ちょっと結構ごめん、声でかい、多分うるさいと思ってると、ごめん、普通のベガリです。すごい、うわー大丈夫、勝った。96円、ディック、可能性ゼロではない。まあこれで大丈夫、これ大丈夫、一応できたから大丈夫。いやー素晴らしい始まりですよマジで。もう早速3連ですよ。3連、しかも投資3000円でしょ、150枚。いやもう、いや気持ちいいね、気持ちいい。何が一番気持ちいいかというと、黒バラの人に勝つことです。まだまあまあまだ勝負はこれからやけど、それは気持ちいいよ、気持ちいい気持ちいい。お当たりで勝ってんの。いやーちょっとね、やっぱり久しぶりにこうジャグラー打つと、このなんていうかな、この青合ってる気分がすごい落ち着くっていうか、あの家族と一緒にいるみたいなもんですよね。みんなトラッピー師匠、ジャグラー、ジャグリー、ジャグビー、最近元気かな。ジャグリー元気してるよね、相変わらずウィンクの顔が可愛い、仲間といる感じがする。なんか暴れるの犬とツンデレの女性と頑固のお父さんと戦ってる感じではないよね。すごい違うよね、なんかこう分かり合ってるっていうか、ちゃんと向き合ってるしね。まさかサプライズチェリーですよ、サプライズチェリー。はい、83ゲーム、普通のベカリーでございます。勝った。はい、朝げベイク、いやーすげえな、いいジャグランやなこれ。チャンス目。いやー、ほっとく、待つ。いやーもうビッグサンドバケージですよ。
当時150枚で今で800枚ぐらいあるんでしょ多分。そしてこれもビッグになっちゃうからね。でしょ。当たる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 。ブドウでした、ブドウでした。残念、ブドウだった。いや、コウタロウの様子が気になるけど、今行くとただの勝ち自慢になっちゃうわけですよね。ちょっと嫌ですよね。まあ俺さっき、まあ、ちょっとチラッと見たけど、カチカチ君使ってる。僕から以上です。カチカチ君使うんだ。6時間しか打てないんですよ今日僕らは。6時間打てない上に移動できる状況じゃないです。カチカチ君使って数字が良ければ別に問題ないけど、移動できない状況で6時間絶対打つという決まっている中でカチカチ君使って数字が悪かった場合は気分どうすんのって思う。どうする、どうする。でしょ。あ、この台ないなって思いながら打たないといけないわけですよ。それで大丈夫なのかな。まあ彼は彼風に考えあると思うけど、後で聞こう。まあトムさんはどう感じてるのかなって、マイゲーム当てようと思ってるからね。別に設定1だろうが6だろうが当てようと思ってるから当たりましたし。47ゲームです。普通のベーカリーズ。さあ箱に入れます。箱が大きくていいね。いっぱい入るよ今日。いっぱい入る。これ多分頑張る2000枚入るんちゃうこれ多分。わあ、ダメだダメだ、連チャン終わる。終わった。リプレイはダメよ、リプレイだけはダメよ。52ゲーム。まあおそらくこの停止系だったらレギュラーですけど、全然いいです。普通のベガリーです。6連です。52ゲーム、レギュラーボーナス。いやー、だいぶだいぶいい感じ。だいぶです。これはすごい順調。で、なんかじゃあ良さそうじゃないってなんか多分まあ思ってる部分あるし、皆さん多分見てて思うと思うし、じゃあぶん回せばっていう、ぶん回した方がいいんじゃないとか、あのね、あの話やるでしょ、ウサギとキツネ、違う、ウサギとあるでしょ、知ってる、カメ、あ、それウサギとカメねなんでキツネやそう、あるでしょ。ゆっくりね、ちゃんとこうちゃんと考えてやればカメでも勝っちゃうわけですよ。ずっとぶん回してぶん回して、俺多分カメ、勝手に勝手にカメだと思ってる。
だいたい僕遅いんですよ回すのは。今僕そうスタート、え、これちょっと待って、え、そんだけ焦りがね、良くない。ゆっくりマイペースで、ジャグラーこそ本当そういう感じで打った方が出るとは僕は思う。ジャグラー打ち続けて9年目です。たどり着いたがそこですよ。焦っていいことはない。ちょっとジャグラー内の一番当たってる台が現在7-3ですね。7-3で次が3-5、4-4、4-4、4-3。いい感じ。おお、待ってた。いいね。全体的にはすごい。ちょっとレギュラーの回数が少ないかな。全体的には半々にはならないですね。半々にはならない。おお、87、鼻で当たった。なんか危、なんか差し入れ、なんか色がちょっとおかしい。え、これ何、何の飲み。いや、差し入れ。ちょ、見てくださいこれ、なんか怪しくない。光ってる。 ありがとう。差し入れと同時当選。これ同時当選。梅ジュース。ああ、いいよ、いいよ。飲めます。飲む。あ、飲めるんすか。ちょっと嫌いかな思ったんですけどね。いや、なんかちょっと口に合わへんかな思ってたんですけど。美味しい。あ、普通に飲めるんですね。六角っすね。乾杯。やりすぎちゃうこれ。何これ、ガッサン。なんぼっすか。50分の1ぐらいで引いてんすか。パツパツ取って、はい、気持ちが大事なの。あ、気持ちが大事。あざっす。動揺させるつもりが同時当選を招いてしまった。しょうもない。ちょっとトムさんね、あれは良すぎるわ。50分の1ぐらいでしょ、ガッサン。ちょっとやりすぎ。ああいうの後々2000とかハマるんすよ、収束。やる、やばいな。あー、近ったー。ちょっと長かったですけども、331ゲーム、まあ、通常点滅。じゃあここで1回、まあ、ビッグ1革命っていうのをご紹介したいんですけど、まあ、各リールごとに実はあるんですよ、花々っていうのは。1革命が、まあ、さっき紹介したのが白7、ビタ押して中段に止まったら、ビッグ1革と。じゃあ次、中リールはじゃあどうなんかって言いますと、ピンク7を、枠上にビタ押しして下段まで滑ってくるとビッグ確定なんですけど、ただそれじゃあ滑ってこう中段に止まってしまったレギュラーなんですよ。それじゃ面白ないと。なんで僕の打法としてはアバウト、上段付近にアバウト。あー、きたーね、これビッグ一角、素晴らしい。これアバウトに落ちた場合、中段に止まった場合でも、まあ、高転廃してビッグ揃う場合あるんで、だから最後までドキドキできる打ち方、これはもう門絶め。一角、はい、331ゲーム持ちコインで繋いでますね、ギリギリ。よしよしよし。スイカに行こうとしたのはプラス要素、まあ、バネルフラッシュはなしですけども。あー、出るか。あー、やっぱトムさんビッグ5か。現時点ではおそらくトムさんがまあ1000枚は1000枚以上下手したら浮いてる状況で、まあ僕がビッグ4の0、
まあ、追加投手はしてないといえど差はつけられてると。なんでここは天国、天国での当たりが欲しい。あっしゃ来た、60ゲーム、ええよ、ええ流れ来てるよ。これまあさっき中リール紹介したんで、次じゃあ右リール行きましょうか。右リール2種類あるんですよ。でまあまず1つ、ピンクバーですね、この7の上についてるやつ、それを、右リールの中段もしくは下段に押してください。で今この形で止まりましたよね。これバー一角です。嬉しくないんですよ。でビッグの場合はこれが滑るんで、まあ、その場合揃えられないんですよ。まあ、ただでもまあ遊びとしてね、遊び方として、うん、一つの遊び方ですよこれは。まあレギュラーも欲しい、大事大事大事、レギュラーボーナス、まあまあいいっすよいいっすよ。でこれで注目してみた欲しいのが、左に光るか右に光るかサイドランプ、はい、これ右なんで偶数しさ、右によれば寄るほど偶数、左によれば寄るほど奇数と。で設定6はこれがまあ出現率比率は1対1で出ると。まあ、大体偶数右に6、4、奇数やったら左に6、右に4と6対4ぐらい。さあ天国ループを期待していきましょう。現在1055ゲーム、ビッグ4のレギュラーが1と、まあちょっと弱いですけど、まあまあまあこんだけの回転数じゃ A タイプわからない部分の方が多いんで、まだビッグいけてる分全然大丈夫です。前も設定、まあおそらく5なんじゃないかなと雄大打った時も最初はこんな感じだったんですよ。なかなかレギュラーはいけなかったんですけど、まあ、後々ついてきましたし、全然まだ、まあ、これでねビッグもついてきてないってなったらさすがにちょっと厳しいですけど、まあ、ビッグ中のスイカもいいですし、ベルカクも今のところは悪くないと、で周りの状況も よろしいとで考えたらまだまだ価値あるんで、これ粘っていきます。設定差で早い段階で当たるか100ゲーム以降に当たるかだけの差ですよ。コナリどうした方がいいかな、今ちょっと空いたんですけど悪くないんですよね数字的には。これで投資150枚なんで、まあ427枚勝ってるよりパッて見に来たら、あ箱がないって